エットは時間の無駄。今回の動画は暴露、やっても痩せない巷で人気のダイエットを3つ発表しますというテーマでお伝えします。いざダイエットしようと思った時、 YouTube でダイエット方法を検索している方多いのではないでしょうか。たった丸分でマイナス丸キロ、丸々だけでダイエットなど、手っ取り早く痩せられそうな動画たくさん出てきますよね。しかし皆さんはこういった動画を見て本当に痩せることができましたか？そしてリバウンドしていませんか？続けられそうですか？そう、 YouTube 上にはこういったかえって遠回りになってしまうダイエット動画が溢れているんです。そこで今回は1800名以上の方の3食90日間の食事をサポートさせていただいてきたダイエット講師、保健師でもある私が、実際のサポート経験だけではなく、栄養学、体のメカニズムから人気だけど実は効果が出ないダイエットを3つお伝えします。ということで、今回の動画を最後まで見ればダイエットに遠回りせずに済みますよ。発売2ヶ月で5万部売れた書籍を無料でプレゼント。今すぐ概要欄のリンクをチェック。やっても痩せない人気のダイエット法1、ダンス系ダイエット。 YouTube で人気のダイエットといえば、痩せるダンスをイメージする人多いのではないでしょうか。インスタでも人気ですよね。実際 YouTube でダイエットと検索すると、ダイエット、スペース、ダンスと上位で表示されてきます。このことからも痩せるダンスが人気なことがわかりますよね。しかしこのダンス系のダイエットって、やっても結果が出にくいダイエット法なんです。なぜなら、太るほとんどの原因は運動不足ではなく、私たちが口にする食事だから。実際ダイエットは食事が9割、運動は1割とも言われていますよね。私もそれは痛いほど感じております。というのも、運動で消費されるカロリー量って、皆さんが想像しているよりもはるかに少ない。例えば激しいダンスは15分程度行ったとしても、消費カロリーは70キロカロリー程度。これではお茶碗1杯のご飯なら3分の1のカロリー量も消費できません。そのため、昨日食べ過ぎたからこの痩せるダンスでリセットしようと頑張っても、全然リセットできていない可能性大です。なので、このダイエットは時間の無駄とまでは言いませんが、労力の割に結果が出にくい方法なんです。では、もっと長い間ダンスすればいいのではと思うかもしれませんが、忙しい現代人が何時間も運動に時間を使うのはなかなか難しい、続かない、そして単純にしんどいですよね。つまり、続けることができない、継続ができないと結果も出にくい。しかも、人は栄養が足りていない状態で運動をすると、かえって食べ過ぎにつながりやすいんです。痩せられないほとんどの方は栄養過多ではなく、栄養が偏っている栄養不足だと言われていますよ。そんな状態でハードな運動をするとどうなるのか。栄養が消費されます。すると体は危険を感じて、食欲という形で栄養を求めます。また、運動でカロリー消費したからちょっとぐらい大丈夫と思ってしまいませんか？過去の私もそうでした。食べたいものを食べたいから運動しているっていう人も多いですよね。でも、先ほどお伝えしたように、運動で消費できるカロリー量は想像以上に少ないです。なので、本当に痩せたいのであれば、まずは食事改善から始めることが大事。ちょっと調味料や調理法、食べるバランスを変えるだけでも、簡単に数百カロリーぐらいカットできますからね。それなら、頑張って汗だくで毎日毎日ダンスするよりも、時間も労力もかかりません。しかも栄養が取れるので、美容にも健康にも効果的。そして、痩せるダンスは食事によってある程度ダイエットが進んできたら取り入れることがおすすめです。これまでお伝えしてきた通り、脂肪を落とす効果は少ないと思いますが、血流アップによって心身の健康やダイエットをサポートしてくれる効果はあると思いますよ。やっても痩せない人気のダイエット法に、ストレッチ、マッサージ系ダイエット、ダンス系と同じく人気のダイエット効果が何分間のストレッチ、このポーズだけ、ここを押すだけ、揉むだけなどの
ストレッチ、マッサージ系の動画。これならダンスよりもお手軽でリラックスもできていいですよね。しかも整体師さんやヨガ講師など体のプロの方が伝えてくれているとより安心できます。実際のビフォーアフター画像も紹介されていて、びっくりするほど変化があったりしますよね。しかし、皆さんは本当にストレッチ、マッサージだけで脂肪を落とすことができると思いますか？答えは、ノーですよね。確かに姿勢が良くなったり、むくみが取れやすくなることで、一時的に痩せて見えるようになることはあると思いますし、脂肪も燃えやすくはなると思います。ただ、またいつもの姿勢、いつもの食事に戻ったら、あっという間に元通りなんてことがほとんどだと思います。しかも動画で真似しただけだと本当に正しくストレッチ、マッサージできているかわかりませんよね。プロの整体師さんやマッサージ師さんが時間をかけて定期的に施術しても元に戻ってしまいやすい体型。これを私たちのような素人が少しケアしただけで本当に効果を与えられているかわかりません。またここだけの話、私のダイエット講座にはプロの整体師さん、ヨガの講師、エステのオーナーさん、ダンスの先生、これまで数え切れないほど受講してくださっております。つまり体のケアのプロの方たちも結局痩せるために食事が大事と気づいて受講してくださっているんですね。このことからも外側からのアプローチだけで本当に痩せることは難しいと言えます。なので先ほどのダンスと同じでまずは食事を見直すことが大事。そしてステップアップしたいときはこうした外側からのケアも取り入れてみることがおすすめですよ。やっても痩せない人気のダイエット法3、断食系ダイエット。最近人気の断食系ダイエット、16時間断食や5日間断食など様々な断食動画がアップされています。科学的根拠に基づいたものや YouTuber が実践する過激なものまで様々。確かに食べなければ痩せます。これは当たり前のこと。しかし皆さんは一瞬だけ痩せたいわけではありませんよね。というのも食べないで痩せたのであれば、食べれば元に戻る。これも当たり前のことだからです。しかも食べないで痩せた体重の中身というのは、不要な便やむくみなどに加えて体に必要な筋肉や骨までも削られているケースが多い。綺麗に健康的には痩せるのが難しい。特に筋肉は代謝、体型をキープしていくためには欠かせないですよね。加えて筋肉は糖質の貯蔵庫の役割もあります。つまり筋肉量が多い人ほど糖質を食べても太りにくいということ。脂肪にならずに筋肉にストックできますからね。なので食べないことによって筋肉が落ちてしまうと、かえって痩せにくく太りやすくなってしまう危険大。実際私のダイエット講座でも断食ダイエットを繰り返してきた人ほど痩せにくいですね。そういったケースが多い。これはね、1800名以上の女性の3食90日間のダイエットをサポートしてきた経験から明らかです。数ですね。数を知っています。もうそういったね、統計が出ております。その上、リバウンドした時には筋肉が落ちた状態で脂肪だけがね、ぽっこり上乗せされてしまいます。そのため、断食によるリバウンドではダイエット前よりもさらにたるんだ体型になってしまうケースが多いです。ただ、本当の断食ではなく、16時間だけの断食ならいいんじゃないと思った方もいると思いますし、やってる方も多いと思います。確かに16時間断食では体に負担をかけすぎず、オートファジーという自己再生能力によって代謝を高めることができます。しかし、16時間断食ダイエットの経験者の方の話を聞いていると、結局は残りの8時間で食べ過ぎてしまうっていう方がめっちゃ多いです。皆さんは大丈夫でしょうか？いくら食べない時間をしっかり作っても、摂取カロリー量が消費カロリー量と変わらないのであれば、痩せないのは当然ですよね。以上のことから、やはりダイエットのためには、食べる時間よりも食べる内容を意識することが大事。では、具体的にはどのようなものをどのように食べると痩せることができるのでしょうか。その詳細はこちらの動画でお話ししています。
とっても簡単で普遍的なダイエット法なので、健康的にリバウンドなく痩せたい人はぜひチェックしてくださいね。概要欄に貼っておきます。食べても太らない私の朝昼晩の食生活に密着3つの秘密という動画です。他にも私の食べて痩せる食事法をたったの3ステップで学んでダイエットから卒業をしていきたいわという方は、私の無料公式 LINE がおすすめです。今なら小学館から 5.5 万部発行されておりますズボラ瞬食ダイエットという書籍を人数限定で無料でプレゼントしておいたり、あと2冊目の書籍の痩せ調味料ダイエットのキャンペーン、あと私が普段食べているレシピや、私の無料ダイエットセミナーや勉強会などのご案内も LINE からさせてもらっています。概要欄からポチッとお友達追加して、あなたのダイエットにぜひお役立てください。では、チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー保健室の松田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。